ごー。さっきね、さっきこっちの方に、こっちは町なんですけどね、虹が出てたんだけど消えました。そして今ね、まあそんな風が強くて気持ちいいんですけど、マイク的には良くないよね。よいしょ。今ちょっとこの、ね、柱がバックにあるんだけどね、これで、お、これでだいぶ向きはこっちがいいよね。あ、でも夕日がこれでいい感じかね。お、ちょっと風がボーボーはいいんじゃない？大丈夫だ、大丈夫ですね。どうもどうもどうも。毎日天気が夕方になると、夕方っていうか一日荒れますね。なんか晴れたり雨が降ったり。街まで出てきて、街中で駅前で歌おうかなって思ったんですけど、でもね、今日、娘の夕涼み会だから結構自由にできるかなって思ったんだけど、8時半までに、帰ってお迎え行かなきゃいけないのでね、なんか中途半端で、でもまあ街のちょっと街という気分だけど、ちょっとね、海が近い街っていうだけで気持ちはちょっと遠くに来た感じでいいですね。今日は誰もライブで、まだ見ている人はいないので、いつも歌ってる歌で始めようかな。なかなかいつもどっかで間違えちゃうんだけど。ほのか。角度いいかな。いいね。よし。どこ行くんだろう、夏の夜の明かり。車に乗ってあの川を登る。柔らかい風、ほのかな恋心。思い出の丘、置き去りの約束。子供の笑う声、遠くの排気音。あの日と同じ太陽の角度が、また今年の夏の終わりを告げる。街は僕の明かり。ふ
二人の行方は誰にもわからない。乗り捨てられた車とひまわりと、どこにでもある小さな石ころと、どこ行くんだろう夏の夜の明かり、冬の夕暮れ行くあてのない旅、一人で歩くことを覚えてからずいぶん遠くまで来たんだな。自転車に乗ってあの川を登る、柔らかい風ほのかな恋心、自転車に乗ってあの橋を渡る、吹き抜ける風どこまでも青い空。イエイ。まあ駅前で歌っていても何が残るわけでもないし、ライブ配信に気合を入れたところで、誰も、今は聞いていないですねでもいいよねこの、なんで歌うんだろうな、なんかお知らせが、まあいっか、聞こえないね、なんか町内放送だ。よいしょ。なんで歌うかはな、なんで歌うかの歌を歌います。このかつてあった同じような景色、知らんけど、thank you.
方は変わらずにずっとそこにいて、新しい命を育んでくれる、またいつか会おな問題
題が生まれる。まあ、ちょっと待てならワクワクする問題を作ろう。自分のこと、社会のこと、善と悪のこと、生まれてよかったな、生きててよかったなといつか必ず思える日のことを今思う。誰とも違う好み一つ一つがこの世で一つにつながっているんだ。この日のために今まで何が必要だったのか、その日のために今から何が必要なんだろう。ところでいつかのあの問題どうなった、あれはあったのか、それとも何もなかったのかな。とふと考える好みが一つここにある、ある。この世の一つである。好みを持って晴れ晴れと愛しいこの世になるようになれ、愛しいこの世であるように、あれあれあれ、イエス、えいえい、なっか、色的には青紫の空、ね、ソットさん明るいんですよ。これが昨日調べてみ、昨日様子を見てみたらギリギリの時間帯でね、7時から始めるとちょっと7時半には真っ暗すぎて、そうここ九州なんでね、かなりね日の入りが遅いんですよね。それがちょっとワクワクしますね。まあ30分ぐらいなもんでしょうけど、なんか東の方と比べるとね、もうあとわずかで終わります。何やろうかな。みんなが幸せでありますように。辺りを染める、僕はもうそこにはいなかったけれど、見守ってるような気がしたよ、見守られているような気がしたんだ。にぎやかな坊
たいな君に心で話しかけたんだ。そしたら何か気づいたのかな。ちょっと僕みたいな君に心で話しかけたんだ。そしたら気づいてくれるかな。ちょっと気持ちは微笑んで大丈夫だよ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に誰も聞いていないのと一人でも聞いていてくれる人がおるっちゅうのは違いますね、よし、うん、一人でも歌っていたい、
というか、そうね、自分に響かせることで、まだね、まだ投げた言葉はあーっていう、あーっていうところに来てないんですけど、大切なことを思い出しさせてくれるというね歌ってみたみたいなね大切なことを思い出したって大切なことってなんだろう、わかんない、じゃあ大切なことを思い出させてくれると歌ってみようみたいな感じでね、作った歌があります。それが最後になるかな、25分なんでね、はい、これが終わったら、はい、田舎に帰り、保育園のゆすうみ会の、娘ちゃんのお迎えをに行こうと思います。では大切なことを思い出させてくれる、させてくれる。憧れて裏切られて逃げて